第1回インボイス制度円滑実施推進に関する関係閣僚会議を開催いたします。本日は岸田総理にもご出席いただいており、会議の締めくくりにご発言をいただきます。今回議の司会は副議長である私が行いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。まず会議の開催にあたりまして、議長の松野官房長官からご挨拶をいただきたいと思います。インボイス制度については、10月1日の施行に向け、インボイス発行事業者の登録申請は順調に進んでおります。一方で、中小・小規模事業者の方々を中心に、一部の事業者からは不安の声もあり、このような事業者の立場に立って、柔軟かつ丁寧な対応を行うとともに、その抱える悩みや不安に応じて、必要な支援を実施していく必要があります。こうした状況を踏まえ、インボイス制度の施行状況をフォローアップし、各省庁が所管する業界ごとの運用上の課題などを把握・共有し、引き続き必要な対応策を講じるため、本会議を開催することといたしました。インボイス制度の円滑な導入と定着に向け、政府を挙げて取り組んでいく必要がありますので、関係省庁で一層連携を強化していただくようお願いいたします。ありがとうございました。それでは議事に入ります。関係閣僚の皆様から、インボイス制度の円滑な導入、定着に向けた取り組みについてご報告をいただきたいと思います。はじめに私から登録申請の状況等についてご説明いたします。財務省提出の資料をご覧ください。1ページ、インボイス発行事業者の登録申請件数は、9月15日時点の速報値で約403万件となっており、課税事業者はその約 97%、 また免税事業者のうち約111万社が申請を終えられています。2ページ、未申請である課税事業者の大半は飲食・小売等の B2C 事業者であるほか、免税事業者については全体460万社のうち、制度開始時からの登録を希望されると当初見込んでいた分を超えて申請が行われている状況です。3ページ、こうした順調な登録申請の背景には、政府一体となって相談体制の強化、負担軽減、激変緩和のための税制上の措置、各種補助金の拡充といった予算上の措置、特許法等を踏まえた取引環境の整備に取り組んでいることがあるものと考えております。財務省、国税庁といたしましては、これまで関係者からの疑問や懸念に対して、一つ一つ柔軟かつ丁寧に対応してきたところであります。今後も引き続き事業者の立場に立って、きめ細かく対応してまいります。合わせて、制度開始後も関係省庁と緊密に連携しつつ、制度の円滑な導入と定着に向け、事業者の不安解消に向けた取り組みを継続するとともに、抱える悩みや懸念を的確に把握しながら取り組んでまいります。それでは次に、酒井経済産業副大臣からご説明をお願いいたします。はい、経済産業省の資料でございますけれども、配布資料の2でございます。インボイス制度導入に向けた取り組みの1ページをもとに、経済産業省におけるインボイス制度対応にかかる支援の取り組みについてご説明を申し上げます。経済産業省では、インボイス制度に対応する中小企業、小規模事業者支援として、これまでリーフレット等を通じた制度支援策の周知広報を行い、合わせて商工団体やオンライン等による税理士等専門家との相談事業において12万件以上の相談を受け付け、さらに経理業務等のデジタル化支援や販路開拓支援に対して5万件以上の支援を行うとともに、下請け法等の Q&A の公表等を通じた、免税事業者が取引上で不当に扱われないような取引環境の整備等に取り組んでまいりました。インボイス制度は来月から導入をされますが、未だ制度導入に対するさまざまなご不安、
ご懸念を抱えている事業者の方々も少なからずいらっしゃると存じます。経済産業省としては今回の経済対策での措置も検討しつつ、制度導入後も中小企業、小規模事業者が不安や懸念を抱えることがないよう、事業者の皆様の声をきめ細かく伺い、必要な支援に取り組んでまいります。また消費税の取引価格への反映が必要な場合を含め、中小企業、小規模事業者が発注事業者に適切に価格転嫁できる環境整備も重要であります。引き続き公正取引委員会と密に連携をし、価格転嫁対策を粘り強く継続してまいります。以上です。ありがとうございました。続きまして、古谷公正取引委員会委員長からご説明をお願いします。はい、公正取引委員会では、インボイス制度の実施にあたりまして、独占禁止法や下請け法上問題となりうる行為についての考え方を、インボイス Q&A で明らかにし、関係省庁や関係団体とも連携をして、その周知広報に取り組んできております。私どもの資料、資料3でございます。資料3、8月末時点の数字で資料を作らせていただいておりましたが、直近の数字でご報告を申し上げます。発注事業者、免税事業者などから相談を受け付けておりまして、9月27日時点で約3000件の相談に対応しております。10月1日からのインボイス制度の実施が近づくにつれまして、相談件数が増加をしてきております。さらに価格転嫁円滑化に関する書面調査等において、インボイス関連の質問を追加しておりまして、問題になりうる行為についての情報収集に進めております。こうしたことを通じまして、把握をしました独占禁止法上の優越的地位の乱用につながる恐れのある事案に対して、9月27日時点で35件の注意を行っております。引き続きインボイス Q&A の積極的な周知などを通じて、違反行為の未然防止を図るとともに、独占禁止法や下請け法に違反する行為に厳正に対処してまいります。私から以上でございます。ありがとうございました。続きまして、河野デジタル大臣からご説明をお願いいたします。はい、資料4の1ページ目をお願いいたします。インボイスのやり取りを含めてバックオフィスの業務をデジタルで完結させることは、今や世界的なトレンドとなっております。日本におけるインボイス制度の実施も、事業者の実務のみならず経済活動そのものをデジタル化する、一層の好機になると考えております。デジタル庁では、ペポルと呼ばれるインボイスの国際標準仕様をベースに、日本のデジタルインボイスの標準仕様を策定をいたしました。現在国内外の多くのプロバイダーがそれを用いたサービスの展開を進めているところでございます。2ページ目をご覧ください。中小事業者を含めた事業者はデジタルインボイスを活用することで、受発注、記帳、あるいは入金の消し込みといった一連のバックオフィス業務をデジタル完結させることができるようになります。税務申告を含め手入力の作業を大幅に軽減することができるようになります。また経営のリアルタイム把握が可能となるなど、新たな付加価値を享受することもできますので、事業全体の生産性の向上、成長にもつなげることができます。また民間事業者の中では、取引情報を送金データに付加する、全国銀行協会のゼリーなどを活用した請求と決済の連携の必要性、この認識も高まりつつあります。取引全体をデジタル化することで、こうした付加価値が高まってまいりますので、連携が非常に重要になります。関係省庁、民間ともしっかり連携をして、必要な取り組みを行っていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。他にご質問がある方、記者の方、挙手がある方、斉藤国交大臣。はい、国交省の方、ご報告させていただきます。国土交通省では、インボイス制度の導入に向けて関係省庁や関係団体と連携し、制度の周知に努めてきたところです。例えば住宅分野では、新制度に対応できないことを理由に、特に高齢化が進む、いわゆる一人親方などが廃業を考えることがあってはならないとの問題意識のもと、業界団体が元請けと下請けの共存共栄を図るための指針を策定し、会員企業に周知するなどのサポートを行っております。
国土交通省としても制度の円滑な定着に向けて引き続き関係省庁や関係団体と連携しながら丁寧に対応をしてまいりたいと思っております。ありがとうございました。谷ご発言に酒井副大臣。はい、経済産業省の所管業界の中には例えばコンテンツ業界など免税事業者との取引が多いとみられる業界も含まれております。こうした業界についてはインボイス制度の導入後において不当な取引停止や価格引き下げ等が行われないよう業界としっかりと連携をしながら周知の徹底に取り組んでまいりました。引き続き事業者の実情に寄り添いながらきめ細やかな対応を行ってまいります。以上でございます。谷ご発言でよろしいですか。ありがとうございました。それでは、最後に岸田総理からお発言をいただきたいと思います。はい、インボイス制度は、軽減税率の導入から4年の準備期間を経て10月から開始されます。インボイス発行事業者の登録申請は順調に進んでいる一方、一部中小小規模事業者の方から取引上不当な扱いを受けるのではないかといった不安の声も上がっています。中小小規模事業者は我が国経済にとって重要な役割を担っており、安心して事業に従事していただくための環境を整備していくことが大事です。このため事業者の立場に立って税務施行上柔軟かつ丁寧に対応していくとともに、事業者の悩みを的確に把握しきめ細かく取り組んでいくこととし、この会議において制度の実施状況等をフォローアップして一つ一つの課題にしっかりと対応してまいります。各大臣においては政府一丸となって事業者の抱える不安を解消するとともに、これを取引環境の改善、取引のデジタル化や自動処理の推進につなげるよう、今後取りまとめる経済対策において支援策を盛り込み、必要な支援を実施するよう取り組んでください。以上です。ありがとうございました。それではこれをもちまして本日の会議を終了いたします。ありがとうございました。